皆さんこんばんは。こんばんは。髪の毛直してるし恥ずかしい。次に一段の生配信、婚活教習所ひでみの婚活ズバッと、今日もよろしくお願いします。台本はい、この番組は婚活中の主にアラフォー女性に向けて、35歳ど底辺女子から婚活を始めて、41歳で年下夫と結婚した私、アラフォー婚活教習所リターンズしました。今日書いてあるよ、婚活教習所ひでみに戻ったよ、ブログあ、押した、そう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 。ちょっと先々月ちょっと名前変えたんですよ。だけどもう婚活にやっぱ特化したいくなっちゃったっていうか、した方がいいよっていうやつがあったので、はい、婚活教習所に戻りました。はい、の、ひでみがお送りするアラフォー婚活での、テクニックやマインドなどをお伝えする番組です。12月です。もうすぐ今年も終わりだね。婚活中のお嬢様方の中には、今年もクリスマス一人だわなんてこぼしてる人いらっしゃいませんか？どうでしょうちょっと松坂屋っぽいごめんね、真似しちゃった。宇治家さん、松坂屋真似しちゃった。皆様いかがでしょうか、ね、こんな感じだよね、宇治家さんね。はい、実は遡ること6年前の2013年12月10日、私も同じこと思ってました。39歳のクリスマス、一人、やばい。誕生日も一人、やばい。それがですね、その4日後に、実は今の夫と出会って、楽しいクリスマスになってしまうという奇跡が起きちゃったりなんていうこともあるわけですよ。あなた2週間後あるからね、彼氏作れなくないよ。今すぐ今週末か来週末ぐらいの婚活イベントにサクッとかね、多分あると思うんだよね、このぐらいの時期ね。クリスマスに彼氏作りませんかとかね、正月は初詣にカップルで行きませんかみたいな婚活イベントあると思うんだよね。そういうのね、ちょこっとサクッとね、もう来年本番にすればいいから、とりあえず顔出すとかでも言っといた方がいいと思う。まあそんなこともあるわけです。はい、でこの奇跡はですね、別にたまたま偶然本当に起きたわけではなくてですね、まあ先ほどもチャット言いましたけど、私と夫が出会ったのは婚活イベントなんですねでその婚活イベントに出た私の感覚としては、まあ来年からね頑張ればいいから、本当にとりあえずちょっとだけ練習しとこうかなみたいな感じで、まあこのイベント面白そうだしなみたいな感じの軽い気持ちで出たイベントで奇跡が起こりました。はい、だからそう軽くね、本当に軽く言ったら面白いことあるかなぐらいのが大事なんです。でね、もうね、いきなりね、もう私結婚したいんだからもう絶対これで決めるっていうのがうまくいく人もいるけど、大体うまくいきません。こけます、力入れすぎてこけます、力みすぎです。ですので年明けからね、来年の婚活のスタートダッシュをもしかけたいと願っている、そこのアラフォー婚活女子の方、今日から明るい婚活計画を立てましょう。はい、婚活は計画的にです、はい、そう、そんなのあるでしょ、そう、婚活は計画的に、ご利用は計画的にみたいなね、そうそうそう、そんな感じで婚活も計画的です。はい、ではね、ご自身の年齢は今おいくつでしょうか。はい、アラフォーと一口に言っても35歳と44歳ではちっとばっかし勝負の仕方が違います、実は。はい、
で、今はね、便利な時代です。ね、婚活アプリもございます。ね、このスマホ一つで出会いはいくらでもございます。はい。でもね、婚活アプリのね、マジで婚活してる男の人。婚活アプリは玉石混合です。本当にやり目的のいわゆるやりちん男性もいるし、あのね、独身のふりした既婚男性もいるし、悪いやつもいるけど、マジで婚活してる人もいます。恋愛だけしたい人もいます。だからいろいろ混合だから、婚活アプリはもうね、練習する場だと思って、それでも活用の方法はあるので、はい、アラフォーでも十分活用の価値はあります。あのね、私のお友達でも婚活アプリで知り合って結婚したっていう人が2組ぐらいいますので、アラフォーでも諦めなくてもいいけど、選択肢の一つぐらいに思っておいてほしいです。で、婚活アプリでマジ婚活してる男性の女性に希望する年齢いくつぐらいか分かります？知ってる？知ってる？知ってる？32歳以下なの。そう、だいたいね、アラフォーの女性はもう年齢見ただけで弾かれちゃうっていう厳しい現実ももちろんあるんですね。だからマジ婚活してる人はあなたのところにまず来ないと思ってください。そう、いくらね、いくらプロフの写真が綺麗に撮ってあっても、年齢見ただけでなしよってなっちゃう、いいねが押されないっていうことがあります。はい。でね、特にね、39歳の人、今 Now 39歳、満39歳の人、40歳になるまでに勝負かけれるだけかけましょう。私が39歳で旦那と会ったから、39歳になった直後に会ったから。だからまだ私はね、旦那をちゃんと捕まえといたから結婚できたけど、もうね、39歳で死のうの言ってちゃダメ。もうね、40になるまでに、ね、勝負かけましょうね。そこは覚えておいて。なんでかっていうと、あのね、39歳と40のお誘いは雲泥の差だから。全然違う、本当に違うから。もう力を込めて言うから。そう、本当に違うから。もうね、40超えた途端にお見合い来なくなったっていう声もちらほら聞いてます。うん、私の婚活仲間で、本当に、だってその年じゃ子供産めないでしょとかって普通に言われるっていうから、本当に39歳と40歳の差は大きいので、本当に崖っぷちです。39歳、38歳もギリギリ崖っぷちね。頑張ろうね。はい。で、さて、じゃあ明るい婚活計画、まず一つ目、素振りの準備から始めましょう。さあ、素振りってなんだ。素振りを知ってるか。バットじゃないよ。バッティングじゃないよ。バッティングセンター行っちゃダメだよ。ゴルフの打ちっぱなしもなしだぜ。違うぜ。はい。ですね、ここで言う素振りっていうのはデートの練習のことです。はい。婚活ズバットではね、よく出てきます、これね。素振り覚えといてください。デートの練習から始めましょう。でね、金銭的に余裕がある人っていうのは、もうね、婚活じゃない、間違えた、結婚相談所をもう登録した方が一番結果が出やすいです。で、ちゃんと仲人さんの言うことを素直に聞けば結果が出るはずですね。はい。あのね、もうね、40になったらね、結婚相談所行けばいいよって、もう遅いから。もう結婚相談所もアプリと同じぐらい厳しいから、もうね、40になったら結婚相談所に行けば結婚させてもらえるわって思ってるんだったら、もうさっさと登録した方がいい、余裕があるんだったら。で、仲人さんにちゃんと、私どうしたら結婚できますかって聞いてね、仲人さんの言うこと、うんうんってクッて思っても、うんうんって聞いて、その通りにすればきっといいご縁が見つかるはずだから、頑張ってください。はい。それでですね、じゃあね、素振りのデートの練習のことちょっと今から説明しますね。はい。出会い方は何でもいいですね。お友達のご紹介でもいいしね、合コンでもいいし、
飲み会でもいいし、職場の男性でもいいし、ね、アプリでももちろんいいです。何でもいいです。年齢も問いません。年上でも年下でも何でもいいです。で、あなたに気がありそうな男性と2回までご飯を食べに行く。それだけです。で、きちんとね、おしゃれしていってください。で、ちゃんとで自分はデートのつもりでおしゃれをして、きちんとエスコートをされて女性扱いをされるっていうことになれるための練習です。それがデートの練習でね。こういうこと言うとね、ストーカーになられたら怖いとか、私は気に入らないのに何デートとかマジやだっすとか、面倒とか、お前が言うなと思うわけ。私は選ばれてないだろうお前って。でそんなこと言ってるから結婚できないの、分かった？そうでね、そうズバッと、あ、ここでズバッとっていうやつをしたかった今ズバッと、そう、そこです。いい、そう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 、あるんだけどね、使うのはこれコメントのやつ見てるとね、使うの忘れちゃう。そうでね、ストーカーに合いそうな人、今までにストーカー被害に遭ったことがない人は基本的に大丈夫です。うん、なんならガード硬すぎだからストーカーなんて恐れをなしてきません。だから大丈夫で、ストーカー気質の人が狙うのは自分より弱そうな人とかなんで、大丈夫です。あなたなら大丈夫。うん、それでね、ストーカー被害に会ったことあるよって、怖いよっていうのはごめんね、私の、個人的な意見ですけども、とっくにモテてると思う。うん、それはだって男性から見て魅力があるってことだもん。だからストーカーになられたら怖いっていうのはまずないから大丈夫、心配しないで。うん、それで気に入らないのにデートとかマジ面倒とかって言う人は、さっきも言いましたけど、結婚する気ないでしょって問いたい、私は。うん、思う、正直。でもそんなこと言ってるから本当に結婚できないんだよって思う。アナさん、なんか盛り上がってるね。そう、ありがとう。今日はね、ノリノリだよ。話したいことがいっぱいあるからね。ノリノリだよ。はい、そうなんですよ。本当にね、そういうアラフォーすぎて自分に好意を持ってくれる人を受け入れられない、受け入れないっていう人は恋愛してたい人が言うセリフだと思います。結婚じゃないの、恋愛してたいので、ズバッと、婚活ズバッとの中でも何回も言ってますけど、恋愛と結婚は全然違う別物ですからねっていうのも何回もお伝えしてます。だって恋愛は他人とするもんだけど、結婚は家族になるんだもん。うん、だから結婚は安心できる人とするの、ドキドキする人としないの。だからね、この人嫌いとか、この人めんどくさいとか、全然気に入らない、もうイケメンじゃないしとか、背低いしなんて言ってる時点で、あなたは恋愛したいの。そういうのを自分でちゃんと、いいのよ別に、恋愛したいんだったら一生恋愛してればいいと思う。別に結婚が全てじゃないし、別にそういう人が無理やり結婚したいと思って婚活する方が苦しいと思うので、そういう気質の人は恋愛すればいいと思う。私は結婚したいよって、結婚真剣に考えてますよっていう人に向けて今お話ししてるんで、エリ好みはやめようね、してるなって思うから、そこ気をつけよう。まずで、アラフォーすぎて、結婚できる人っていうのは、私のスペックとして特筆すべき点は、類まれなる素直さと男性を受け入れる力だったと思うのね。うん、私は全然モテなかったから、35まで。だから私のことを好きになってくれるだけで嬉しかったから、もう見てくれなんて本当に全然どうでもよかったし、もうね、身長なんてどうでもよかったし、もうせいぜい本当に
サラリーマンで正社員で働いてきちんとお仕事してて、まあ、別に経営者でもよかったんだけど、最低ラインで毎日きちんとお仕事に行けてて、働けて元気な、働けて、で、ニコニコ笑ってくれる人だったら別にあとは何でもよかったです。本当に収入の多い低いも全然気にしなかったし、本当に私のことを好きだよって言ってくれる人ばっかりと付き合ってました。で、その35の前までは本当にお見合いとかも多かったんですけど、本当に男の人全然見てなかったです。もうね、顔が気に入らないとかね、この時に言ったこの言葉が気に入らないとかね、そんなことばっかり言ってて、もう随分失礼なことしてたなって今はとても反省しています。みんなね、旦那さんにしたらとってもいい人だっただろうにな、私って見る目なかったなってすごく反省しています。だからね、きっとね、みんなね、そうやってね、旦那さん候補をね、きっと逃してる。だから、あなたに足りないのは男性を受け入れる力っていうのをまず覚えておいてください。でね、モテるアラフォーっていうのはね、さっきも素直で誘われるでしょ。そうすると「わあ、行く行く」って言って、フットワーク可愛げあるし、フットワーク軽いです。で、さっきね、素振り2回までご飯食べ行くだけですよって言いましたけど、2回ってどうしても無理、もう向こうが好きって言ってくれるけど、どうしても私付き合えないっていう人から、もし3回目誘われたらごめんなさいで、それはいいの。どうしても無理な人にまで付き合えって言えば、3回目まで行けって言わない。でも2回は行ってあげて。で、私あなたのこと好きじゃありませんってね、そこでわざわざ言わなくていいの。でね、しつこかったら「ごめんなさい、私どうしても好きになれません」って言えばいいの。わざわざ相手を傷つける必要はない。ただ、ごめんなさい、ちょっと用事忙しくて」とか「ごめんなさい、ちょっと今都合がつかなくて」とか、大人だからいろんな言い方できるでしょ。そういう感じで優しくフェードアウトすればいいと思います。で、逆にいい？すんごい自分の好みに合った時あるよね。うわ、めっちゃイケメンなんで残ってたみたいな、あるでしょ、あるでしょ。うわ、そういうのこそ気をつけてほしい。声を大にするよ、気をつけてほしい。いい？婚活アプリはね、特に多い。やりちん、エッチ目的の人多いです。で、そういう人たちは当然だけど、エスコートも上手、女性の扱いが上手だから、あなたはね、きっとね、お姫様気分にさせてくれるだろうしね、素敵だろうしね、おしゃれだろうしね、背も高いだろうしね、スタイルもシュッとしてるだろうけどね、口ではね、結婚考えてるよなんてね、軽く言うけどね、エッチしたらポイなんて普通にやるからね、気をつけて。そういう人の見分け方をまずちょっと今からお伝えします。まず、デートのお誘いは男性の方からか、あなたからデートしたいって言ってないか、これ第一ポイントです。で、イケメンで女性の扱い慣れてる人は当然だけど、女性が好きそうなお店も知ってるし、もうスマートにエスコートするので、やりもくだったら、本当にエスカレーターに乗ったかのように、あなたをエスコートしてくれるはずです。なので、あんまりエスコートの素敵な男性は要注意です。で、もう一つ大事なこと、ちゃんと独身か確かめてほしい。結婚指輪してるでしょ？これね、外すとここがペコってへこんでるの分かるかな？これチェックしといてください。まあ、してる、し、もう普段からしてないっていう人はね、あれなんだけど、大体、既婚でそういう婚活アプリとかに登録してる人って、奥さんもすごい大事にしてるから、絶対奥さんの機嫌損ねるようなことしないのね。っていうことは、奥さんがいる前では絶対結婚指輪してるの。
だからでそういうとこに行くときだけ結婚指外してるっていうことがあるから、ここをちょっとチェックした方がいい。うん。であなたに対する態度は誠実か。で例えばお店の店員さんとかに対する態度はあなたと同じぐらい誠実かっていうのもよくよくよくあなたの目で見極めてから、もしそれでも3回目のデートであなたに告白してきたら交際するかどうか自分でよく考えてみてください。信じてもいいかね。うん、あのとにかく有頂天にならないように。3ヶ月、うーん、どうだろうな。そういう人って多分3ヶ月でダメになるから、3ヶ月遊んだと思えば安いかな、どうなんだろう。うん、まあそういう人に出会ったらやけどしたと思って残念と思って次々って思って、まあでも一回痛み合えばわかるよねきっとね。うん、そんな具合です。で、あ、もう時間がないね、今日は盛り上がってるけど、あと3分だ。どうしよう、言えるかな。ザーっていくね。素振りの頻度は、できれば週に3回。うん。で、週末、例えば、今週末に、の土日に素振りの、予定を入れたかったら、その週の、今週の水曜日、なので明日までに、デート行きませんかとかっていう約束を、取り付けてくれるのがベストです。で、間違っても金曜日の夜に明日空いてるなんていう人にのこのこついていかないように、最初が肝心です。で、これももし好みの男性がで、あなたがねの好みの男性どうしても会いたかったら、来週なら空いてますとか、来週のこの日だったらちょびっとだけ会えますとかっていう風な感じで返事しといてください。もうね、本当に週末の予定を金曜日の夜に言ってくる男なんて絶対誠実じゃないからね。暇つぶしだからやめといた方がいい。だってアラフォーでしょ、婚活してるんでしょ、真剣にやんなよ。はい。でね、1回の素振り1回の、時間の目安は 2,3 時間。だって練習だもん、本気デートじゃないから。でご飯食べてバイバイで終わり。で自分がなんか嫌だなと思ったり帰りたかったらさっさと帰っていい。で、素振りのデートする人は必ずしもエスコートが上手な人ではないので、約束を取り付ける時点で、私これ食べたいですとかって言っておく。うん、そうすれば、相手の人もお店選びやすいよね。それで、デート慣れしてない人だったら、例えばすごい混んでる。ね、気合い入れてすごい混んでるお店を予約したけど席が取れなかったとかっていうこともあると、当日いきなり行ってね席がないっていうこともあるかもしれないので、デート慣れしてなさそうだなって思ったら予約してねって言っておく、こっちからね。でちゃんとさっきも言いました、おしゃれをしていく。自分が気に入らないからってね手抜いちゃダメだからね。ね。でできればご馳走してもらう。で大人のマナーとして、デートの練習が終わったらお礼の LINE を忘れずにしてください。でじゃあ週に3回ってどうやるのって言ったら、例えば土曜日のランチとディナーで別々の人で1回ずつとかで、日曜日のランチして3人3回できるよね。そういう感じでサクッと素振りしてきます。で素振りは別に既婚者でもいいです。でまあ注意したいのは奥さんの了解が得られていることで、ちゃんと気持ちはないけど男性になれたいので練習したいですって素直に言えばいいんじゃないかなと思います。で、お誘いはこっちから誘うのも向こうから誘われるのも1人につき2回までで、3回目のお誘いは自分が気に入ってる人であったらラッキーで、嫌じゃなかったら付き合ってみてもいいんじゃないかなって思います。感情曲した、あ、もう55分だ。まだ今度話す。はい。でね、続きあります。あ、そうだね。続きは、また来週。来月。あ、来週、あ、来週餃子であるわ。餃子でやろうかな。うん。まあ、5分前なので今日は終わり。次は、アキラのようこそハポンです。ご視聴ありがとうございました。良い、婚活ズバットとしては良いお年を。また来年。ありがとうございました。アマンさんありがとね、コメント。